はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルビッシュです。では今回はスプリームルーラー2020続きをプレイしていきたいと思います。で、前回はですね、北朝鮮からゲームプレイ開始して1ヶ月も経たないうちに宣戦布告を受けるということで、いきなり戦争状態に突入してしまったんですが、最後に和平交渉を行っていますので、今回はその結果を見ていくところからプレイの方を始めていきたいと思います。で、少しね、内政の方に手を入れてから時間を進めていきたいと思います。で、まずはですね、貿易絡みのところなんですけども、特に石油がね、ちょっと目も当てられない状況かなというのがあるので、石油を手こ入れしていきましょう。まずは石油の油田が建てられるところがあるかどうかっていうのをね、ちょっと確認していきましょうか。基本的にはベストというかなので、緑になるところを探していかなきゃいけないんですが、まあさすがに日本には油田地帯はないですよね。お、この辺に油田が建てられるな。しかも結構な油田が建てられる。ここ一大油田産地にしよう。ここはここに佐渡があるんで、どうでしょう、秋田とかその辺ですかね。ここに油田がバリバリ建てられるな。よし、油田を建てよう。まずはここに油田を3つほど建てましょう。まあ、だいぶお金も使っちゃうんでね。でだ、油田を建てている間に多少油田が回復してくれれば、石油のね、貿易赤字が回復してくれればいいんですが、並行してこの後相当量の石油が必要になると思うんですよね。結局戦争状態に入っていくので、石油は必要になるので、石油をちょっと輸入しておきましょうか。とはいえ、購入自動化しかも最大の426ダラーでやってるんで、流通しているものから強制的に買い上げするにしても期待はできないな。となると現状維持で頑張るしかなくて、どんどん石油を買い足していくために、軍需物資、消費物資、産業物資を中心に立てていきますか。あとはそうだな、やっぱり電力だよね。ウランも今後原子力発電に頼っていくんだったら欲しいですが、ウランはそもそも取れるのかってところからだな。まあさすがにこの秋田近辺は取れないか。油田がね、建てられたので、もしやとは思いましたけど、ちょっと難しいかな。なさそうですよね。もしね、油田が建てられるところがあれば、ウランの鉱脈があれば、そこからウランをバシバシ取っていくっていうのが一番いいかなと思ったんですけどね。ウランは取れないな。そもそもウラン今どこから輸入してるのかっていうのもちょっと確認しておきたいな。ウランはさすがに取れるところはなさそうですね。中国地方まで来ましたけど、四国も取れるところはなさそうかな。ちょっとないですね。九州も。おっと、九州ここに取れるな。ここどこだろう。大分とかかな。大分でウランが取れる。で、あとそうだ、九州の大分近辺見せてくださいっていうのがあったんで、ちょっとそれは後で、見ていきましょう。せっかくね、リクエストいただいてますんで見ていきたいと思います。で、続いて電力なんですけど、今石油が全く取れてないんで、
まあ、いわゆる石油発電をしていくとそのまま赤字になっていく可能性があるんで、石油発電から脱却を図るためにもやっぱり原子力の発電所作りたいけどな、ちょっと様子を見ますか。で、消費物資は今売れに売れている主力の産業なので、ここは作っていきましょう。で、基本的に鉄道網がちゃんと整備されているところに建てていくのがいいので、岡山にじゃあ建てていきますか。本当にこんな計画でいいのかっていうのはあるんですけどね、お金を垂れ流してるだけですけど。あと産業物資だな、産業物資もちゃんと交通網が整備されているところに建てていくのがいいので、そしたらどこに建てようかな。浜松とかに建てる。で、軍需物資なんですよね、一番今必要になってくるのが。軍需物資は横須賀の基地に近いところがいいよね。すでに軍需物資が作られているところで建てていくのがいいかなとは思うんですけど、そもそも今日本軍需物資そんなに作ってないと思われるので、ちょっと建てる場所は新たに検討する。じゃあ軍需物資は東北地方に産業を持っていきましょう。一大軍需物資の拠点を作りましょう。で、じゃあちょっと大分のね、状況を見ていきましょうか。大分は、ちょうどピンポイントここですね。大分の人口は47万3916人ですね。で、産業物資と石炭、まあこの辺りの発電所が設置されてますね。さあ、じゃあそこを確認したら、あとは先に見ておく項目ある。財務省、そうだな、人口を増やしていきたいので少しばかり家族支援金を増やしましょうか。じりじりっと。で、あとはそうだな、医療も少し増やしましょう。いや、医療はもう十分だね。でも推奨364に対して370なので問題ないでしょ。あとは社会、いや芸術、なんとも言えないな、まあ、とりあえず税金はこんなもんでいいでしょう。どちらかというとこっち系の消費系のところですね。ここの税率を少し下げて消費を喚起しましょう。 20% まで下げます。まあ、このあたりはちょっと行き当たりばったりというか、お試ししながらというところにはなってしまうんですが、確認しながらね、進めていきたいと思います。で、一応このあたりの操作系をすべてやったので、このあとですね、そうだそうだ、あとはね、ロック系をちょっとやっとかないと勝手にいろいろやられてしまうという話を見たので、ロックをかけるところはロックをかけていくっていうのをやっていきましょうか。優先課題はそうだな、軍需物資の備蓄、これは積極的にやりましょう。あと輸出品の生産、これもやりましょう。で、他にやること何かあるかな。まあ、電力の節約はしたいよね。あとは石油の節約もしたい。まあ、まずはこんくらいかな。
で、続いて研究ですが、研究に関してはどうする？そうか、これだと委任しちゃうのか。委任を取り消し、いや、ここは委任しちゃ、いや、どうかな、委任しない方がいい気がするな。いや、ここはただ委任しておいて、重要なところはこちらでやろう。なので、まず、じゃあ次、研究ですね。研究は自分でやるでしょう。なので、基本的に全部自分でやると。で、財務に関してなんですが、ここも自分でやりましょう。特に何かやってもらいたいものはないので自分でやります。お金と研究は自分でやる。で、外交も自分でやった方がいいよね。どう考えても外交も自分でやります。で、情報省に関しては特に逆にやることがない。軍事規模、小規模、まあちょっと今は戦時体制なので大規模に変更しておく。航空支援は通常航空支援。軍事方針はまあバランスでいいよね。ちょっとここはどうなるかわからないんで。で、実はこの後ね、戦争に関しての話もしていきたいと思うので、そこはこの後見ていきましょう。で、防衛省です。国防省がですが、軍事費はロックしちゃおう。守備隊コントロールはロックしない。適当にやってもらう。で、参謀本部だね。参謀本部は自分で命令を出す必要があるっていうところかな。じゃあこれで内政は一旦この形で進めていきましょう。で、時間軸を進め始める前に今後の方針なんですけども、先ほど話したようにまずは和平交渉の結果を見極めた上でになるんですけども、和平交渉に成功すれば当然北朝鮮との戦争は終結するので、まあ一旦戦時体制は解かれるということになると思うんですが、もし和平交渉に失敗した場合はアメリカ、オーストラリア、台湾、それに韓国を加えて同盟を結びたいなというふうに思っています。で、同盟を結ぶための工作費とかね、まあ、いくらかかるかなとは思うんですが、同盟を結んだ上で相互防衛体制のもと北朝鮮に対して戦争を行っていくという方針ですね。で、その場合なんですけども、基本的にはまず日本海の制海権を確保した上で、朝鮮半島に上陸するのは韓国領から上陸する、まあ、これが一番安全な上陸方法だと思うので、韓国と同盟が結べたら韓国から北朝鮮に向けて進軍、合わせて一部の部隊は北朝鮮に対して強襲上陸をかけていくというのをやっていきたいと思います。で、この時アメリカ軍の空母とかがね進出してくれれば一番嬉しいかなというふうに思っています。では、じゃあ時間軸を進めていきましょうか。で、早速じゃあ同盟ですね。アメリカに対しての、ちょっと待ってくださいね。先にここで一旦時間を止めます。外交拒否、北朝鮮に対しての和平交渉は失敗したということですね。戦争を終わらせるいかなる提案も我々には興味はありません。これが北朝鮮の返答か。よし、じゃあ当初の予定通り、ある意味予定通りですね。まずは相互防衛条約、いや、いきなり正式同盟申し込もう。で、朝鮮近、どうしようかな。まずは
韓国に対しては、相互防衛条約を、いや、ちょっとどうする、いや、相互防衛条約、韓国と北朝鮮が戦争を始めると相互防衛条約が入っていると強制的に戦争に参加させられるけど、もう戦争始まってるもんな。そうするとだ、宣戦布告を受けてるし、ここは正式同盟へと関係を強化しましょう。あとは台湾ですね。台湾とは正式同盟に関係を強化。で、さらに冒頭話したオーストラリアですね。さあ、これでじゃあ進めていきましょうか。で、もう戦争を維持せざるを得ないという状況になったのは確定しましたので、ユニットの生産をしていきましょう。で、生産するユニットなんですが、どうしようかな。偵察機をまずは作りたいよね。偵察機を飛ばそう。で、偵察機の選定なんですが、何を基準に作っていくかだよね。やっぱり選定する上で偵察機なんで、その有視界距離みたいなものが大きい方がいいよね、どう考えても。そうすると多少お金がかかったとしても、一番距離が長そうだ、この MPA-1、 これを作る。これ見ると航続距離うんぬんっていうよりかは、多分この双眼鏡の距離っていうのが敵を視認できる距離だと思うんですよね。なんでこれが一番良さそうだな。ただ建設するため、まあ要は建造するための日数が72日、これかかりすぎるな。72日はかけられないぞ。これはヘリですね。ヘリ、困ったな。どうする、どう考えても30日単位でお金をかけるのは無理だな。となると、いや、とはいえヘリだとな、スピード面でどうなんだろう、敵からの攻撃にさらされるよね。ってなると42日かかるこの YS、 これを作っていきますか。これだと 76km の有視界距離的なものがありそうなので、これにしようかな。ただ建設するまでに42日かかるんだな。じゃあこれを生産しよう。4ユニットで、海軍の方なんですが、何を作っていくかだな。制海権を取る上では、まあ、巡洋艦クラスを作っておくのがいいんだろうけれどもだ、やっぱり巡洋艦とか作るってなるとめちゃくちゃ時間かかるな。尋常じゃないぐらい時間かかりますね。空母に関してはヒューガヘリ空母450日かかるんだな。これとかちょっと作ってる余裕ないよね。となるとフリゲート艦とかこの辺りになるかな。ただ巡視艇とか作ってもしょうがないしね。となると、まあ、やっぱり駆逐艦クラスになりますか。112日前後で作れる駆逐艦を用意していきましょう。高波クラス、あとは有明、村雨、旗風、どうしようかな。まずは敵の北朝鮮の海軍を叩く必要があるので、海上攻撃能力と敵の潜水艦の攻撃能力は必須ですよね。それの能力が高いものを優先的に選んだ方がいいよな。金剛だと140日かかるんだな。
ただどうしてもやっぱり対潜水能力は欲しいし、ミサイルも積みたいってなると、ミサイルサイズの小さい駆逐艦はなくて巡洋艦になるよね。そしたらまずは村雨級、これを2隻建造しましょう。潜水艦対策として2隻で、今後これも2隻。いや、お金がどんどんなくなっていくけど大丈夫かな。あとミサイルも作っていきたいよね。海上発射のミサイル、これを、あとは航空発射のもの、これも、で最後陸上発射用のもの、これ2種類やるな。どっちがいいかだな。 J30 と J90。 そうか、これに関して言うと、もう繰り返し連続生産させとけばいいな。さて、これでミサイルも作ったでしょ。あとは陸軍系のユニットだね。陸軍系はまず歩兵を用意しておく必要があるんだけれども、だここもちょっと難しいよね。一つ一つ見ていきましょうか。まずは何といっても上陸能力があるかどうかなんですよね。どれを作っていくかっていう基準は、基本的には陸上に対して上陸できるかどうか、これを作っていく。 J の73を候補にしておきましょう。まずは、あとはパラシュート部隊、まあ空挺攻撃っていうのもありっちゃありだけどね。これが一つでしょう。歩兵としては、じゃあ J の73を2部隊、この進め方でいいのかっていうのは本当謎なんですけどね。で、戦車だよね。戦車をどうするかだな。よし、 J の90、これが一番攻撃力が高そうなので、これをじゃあ2、あとは砲撃ですね。ミサイルを撃ちたいので、ミサイルが撃てるものを選ぶとなると、 J の75か M の270になるね。どっちの方がいいかだな。ここは建設するための日数が少ない J の75の方を作っておこう。ちょっと J の75の方が旧式な感じはありますが、じゃあこれで本当に時間を進めていきます。で、あとはお金をね、改善していきたいので、オーストラリアとかに限らず、しっかり自由貿易は結んでいきたいよね。で、オーストラリアからですが、これは3750、金をよこせと言ってくるのか、オーストラリアは。この非常時に相互防衛条約を結ぶのに3750の金をよこせというか、しょうがない、飲まざるを得ないのが現状ですからね。で、あとは自由貿易同盟じゃないね、自由貿易をちょっと結んでいこう。いろんなところに対して考えられるいろんなところに自由貿易を申し入れしていきましょう。どん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 お金をね、増やしていきたいので、戦争を継続するという意味でもね、この辺りはどうしても必要になってくるんで、アジア諸国とは
まずは自由貿易の同盟じゃないね、自由貿易をしておいて関係をどん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 良くしていく。あれ、アメリカとは何、まだ何もできていない。外交文書を送ろう。アメリカに対してはもう一度。でアジアは台湾だよね。台湾も何も言ってこないよな。よし、じゃあこれで時間を進めていきます。ちょっと待ってね。まずは上から順に見ていきましょう。相互貿易、これはまた金を要求されるんだな。でアメリカは正式同盟、いきなり正式同盟を受け入れた方が安く済むね。受け入れて、これは拒否、これも拒否。台湾とは正式同盟結んだ。でフィリピンとは自由貿易。ちょっと待って、フィリピンこれ金要求してくるの、ここでも。いやこれは拒否だろう、いくらなんでも。結構みんなむちゃくちゃ言うよな、日本の金の足元を見られている感じがあって。アメリカとはこれで正式同盟結びましたね。続いて台湾だな。台湾がどういう状況になるか。あとはオーストラリアとも正式同盟に関係を進化させましょう。韓国とも正式同盟、タイとは自由貿易、ベトナムとも自由貿易ですね。オーストラリアとは正式同盟で、施設の完成は産業物資ですね、これが完成してます。お金はだいぶ減りましたけど、少しばっかり GDP は改善しましたね。一時落ち込んでいたのがまた少しだけ戻ってきました。じゃあアジア諸国に対しては引き続き自由貿易作戦を展開していきます。で今どうなってるかというと、なんかすでに展開してるね。韓国軍は相当数の部隊が展開してるけど、ここはさらにロシア軍もいるな。ロシア軍が暗躍しつつあるのは、ある意味当然の結果かな。まだ日本の沿岸には北朝鮮軍は来てないけど、韓国軍が入り込んでるのがちょっと気になるけど、まだまだここは動かすタイミングじゃないでしょう。それよりも今は引き続き自由貿易をひたすら進めていこう。とにかくね、貿易に頼ってるこの外交関係というか経済関係も含めて改善していくには、自由貿易をガリガリ入れていかないと話にならないからな。でこちらは戦力が整うまでに少し時間がかかるので、戦力が整うまでの間、できるだけ実際の戦闘行為は避けたいですね。であとは技術供与を受けたいので、外交取引をアメリカに対して申し入れていきましょう。なんといってもね、アメリカ軍から欲しいのはカナダから外交の申し入れだな。水をあげるよって言ってくれてるんだね。じゃあちょっと水の状況を確認しますか。水は確かに多少は
多少は不足してるけど、ここは やめておこう。今この600があるんだったら別に軍事施設を建てたりした方がいいよね。でアメリカに対して何をするかというと、アメリカに対しては軍事技術の供与を受けたいんですよね。何をもらうかなんですが、やっぱりねここは空軍なんですよね。空軍の多目的戦闘機、これ何かもらっていこう。もらうっていうか、まあ、買うんですけどね結局。そうなると F22A ラプター、これどうする。我々としては今ツーリストベクトリングジェットの技術がないんで設計することができないんですよね。これをもらおうではないか。で我々としてはヒューガの技術教育、これいらないって言われそうだけどちょっとやってみる。いやそんなのいらねえわって言われそうですけどね。アメリカ軍は正規空母ありますからね。石油の状況の改善をしたいというのと、あとはやっぱり今だと消費物資だな。アメリカからの外交対案としては8153の金をよこせと言われてるな。まあでもこれは受け入れよう。受け入れてでも作っていこう。でルーマニアからは毎日 6.62 メガダラーくれるんで軍事物資、いや軍事物資は今あげられないよ。軍事物資は無理だ。今軍事物資枯渇してるからね。いや待って待って、軍事物資今生産量に対して消費が全然ないんで今だったらいけたか。まあ今更だな。結局この後ね実際に軍を動かすとなるとそれなりにお金かかりますからね。一旦これでよしとしましょう。まあ、とりあえず F22 のラプターの生産が可能になりましたんでこれ生産していこう。今全部埋まっちゃってるもんな。この後考えると施設を建てておく、どっかに空軍基地、いや空軍を主導するための、これで船橋に生産できる飛行機の生産できるユニット基地が一つ追加になりましたね。あとは研究施設もちょっと建てましょう。これでちょっと収支の状況を確認します。軍事費が115メガダラーか。一番お金がかかってるのがやっぱり社会サービスですね。貿易収支でいうとやっぱり石油が半端ないことになってるよな。石油をちょっと一大油田地帯を建てていくしかないな。お金を使ってでもちょっとでもここの赤字を改善したいですよね。そうすると秋田に一大油田地帯を建てているのでこれを完成を急がせるっていうのか条件かな。ここはもう海上油田だね、完全なる。
かないもんね。この辺だな、秋田近辺がやっぱり一大油田地帯になってる。これでね、完成したらちょっとでも石油の貿易赤字が改善できるかなと思うんですが、建造期間が120日間かかるので、だいぶ先になりますね。ではちょっと戦争の方を見ておきますか。おお、完全に北朝鮮軍と韓国軍が戦場になってるね。これ見るとでも北朝鮮軍めちゃくちゃやっぱり国境の防御が厚いですよね。まあ、でもそれでもどうなんでしょう。じりじりと韓国軍が追い込んでいってる感じはあるのかな。そしたら我々としても少し軍を動かしますか。潜水艦部隊というよりかは、巡視艇をちょっと巡視艇を出しましょう。巡視艇 PG クラスの巡視艇はやぶさ PG825、 これを配備していこう。巡視艇を配備。そうすると予備役から展開ユニットに変わるんで、これをまずは移動させよう。巡視艇ごときで何ができるんだっていうのがあるんですけどね。制海権を今後取っていく意味では偵察の意味も込めて、ちょっとまずはお試し感覚で巡視艇を派遣していきます。ここに日本の国旗が進出してくるわけだな。まあ、一方ね、ここはまあすごく激しい戦いが起きてるけど、いや、この数の規模展開できないでしょう、日本今。だってめちゃくちゃ展開してません？北朝鮮の方は。韓国もね、よく頑張ってるなって感じするけど、これ見る限り。あとは潜水艦部隊をどうするかですね。消費物資はガンガン売っていきます。ラプターをね、作るための技術供与を受けた関係で、めちゃくちゃお金かかってますからね。ラプターをじゃあひたすら作り続けて、韓国軍の支援当たりたいよな。お、日本の巡視船が来てる。来てるね、巡視船はやぶさ。ここで待機してるけど、じゃあこのはやぶさは、このままここで耐えてもらおう。ロシア軍のね、これは駆逐艦クラスなのかな、なんか展開してるよね。
さあマレーシアからも消費物資を輸入したいというのが来てるんで、これはちょっとでもねお金を稼ぎに行きましょう。いや日本軍の巡視船がひたすらここで哨戒活動を続けてくれてるな。これ以上先に進出するとねちょっと危ないからな。巡視船ごときではロシア軍あるいは北朝鮮の海軍とまともに戦えないですからね。ここはあくまでも制海権を取ると。もともとの任務である制海権の確保のためにここをうろちょろさせましょう。一方ここは激しい戦争になってるな。あとは、まあ、海軍を出動させて少し北朝鮮の海岸に対して対地攻撃をかけていくかですよね。軍事物資くれって言われてるけどどうする？あるからいいか。これから戦争状態に入ってる状態なのに軍事物資を放出していこう。じゃあさらにユニットを出していこうかな。ヒューガ型の空母、これヘリ空母ですけど、ヘリ空母出すのは危険だよな。駆逐艦だな、駆逐艦、駆逐艦を出そう。みんな軍事物資欲しがるな。軍事物資金になりますね。じゃあ高波を配備していく。とりあえず日本海に高波を展開していこう。これでも動かしてるだけでねお金かかりますからね、石油を使って。ちょっと待ってね、今だと動きが止まっちゃってるのはきっと補給がないからだな。一度帰らせる必要があるな。こういうことが起きるな。基地に帰還させよう。ちょっと待ってね、そうだよね、完全に補給待ちになってるよね。基地に帰ることもできないのか。そうなると補給艦を出してあげる必要があるんだな。そうなると補給するためのユニットですね、輸送機でいいのかな。ちょっと一旦この給油目的で輸送機を
輸送船かな、輸送船を派遣しましょう。で、あとは実際にユニットの生産の中で補給艦みたいなのがあるかどうかですよね。補給艦、補給したいんだけどね。補給艦、補給艦がなければどうするかだな。共闘砲を作っておいて結果的に補給がつながるようにしてあげるっていうのも手ですしね。そうか、進出させすぎても当然ダメなんだな。で、そしたら共闘砲を立ててあげれば済むのかな。ちょっと確認しますか。高波でできることといえば備蓄はできるけど、備蓄っていうのは何、これはそのまま艦艇に対して補給ができるってことでいいのかな。ちょっとこれで本当に備蓄というか補給ができるかどうか確認しますか。何もなされてないよね。で、ここはペルからですね、軍事物資売っていこう。いや、輸送艦をちょっと早くこの現場海域に向かわせましょう。今まだここか。ようやく鹿児島沖を航行中ですね。これによって北朝鮮との国境近い場所に巡視船が半ば座礁気味になってますからね。これをなんとか回復させてあげたいよな。自動で補給をやっぱりさせていきたいんで、補給するための仕組みも確認しておく必要がありますね。巡視船がそれともかすすぎるのかな、さすがに。この巡視船完全に死んでるからね。この巡視船に対してやっぱりしっかり補給して帰らせてあげないといけないもんな。まずこの巡視船は今ならまだ帰れるだろう。基地に帰りなさい。そうだよね、普通に彼らは彼らの任務をして備蓄なんで帰っちゃうだけだよね。この座礁気味の巡視船は放棄せざるを得ないんだろうか。ちょっともったいないよな、せっかくいる巡視船。よし、もうちょっとで輸送船がやってくるんで、この輸送船で本当に回復できるかどうかだな。
巡視船はでもこうやって見てみるとあれですよね、やっぱ海岸防衛ですよね。圧倒的にその燃料の量が小さいんでどうにもならないなっていう感じがあるな。さあ、じゃあ輸送船がやってきたんで、この輸送船から輸送船が入るとちゃんとあれですね、給油されるね。輸送船でしっかり給油をしてあげる必要があるんだな。とりあえず巡視船の彼らには帰ってもらおう。申し訳ないことをしたなっていうね、それだけですけど。北朝鮮はどうなんでしょう、徐々に押し込まれてる感じはあるな。やっぱいや巡視船のね諸君はかなりビビったんじゃないかな。マジかよみたいな、こんなところで座礁するのかっていう。さあ巡視船は海岸防衛メインでいいでしょう。完全にね、無駄足を取らせてしまいましたけど、じゃあこの輸送船をここに配備しておいてだ。輸送船を中心に警戒網を敷いてもらえばいいんだな。そういうことですよね。そしたら常に補給されるっていう状態が多分維持されると思うんで、補給艦を中心にユニットを動かしていきましょう。日本軍ついに先端を開いた状態になったかな。ちょっと怖いな。ミサイル発射とかもできるしね。攻撃を受けている、完全に攻撃を受けているぞ。いやいやいや、これは帰らせた方がいい。まずいまずい。うお、破壊された。日本軍の駆逐艦2隻高波級が北朝鮮軍に撃沈されている。マジか。うわ、いや普通に北朝鮮強いよね。やっぱりまあ駆逐艦を出しただけだっていうのはありますけど、だって今の日本軍の戦力見てみると知れてますよこれ。マジか、高波級が2隻撃沈されたな。ちょっとこの辺りはなんか考えないと、普通に北朝鮮と自利品の戦いしてもしょうがないですね。ミサイルとかを使った超長距離攻撃、あの提督の決断でやった時のようなパターンを考えていかないと。潜水艦も展開してるしね。少し考えものだな。はい、というわけで、ついに北朝鮮と実際に先端を開いたところをお届けしました。ちょっと次回はねどうしようかな。爆撃機とかを使った戦いをした方がいいのかなって感じもするし、今一旦北朝鮮軍と韓国軍も
小休止状態になってますよね、戦争自体が。もうリビアから、マジか。これ武器を輸出してくれたな。で、誘導ミサイルの研究が終わりましたということなので、ちょっと研究次に進めるところまでやっちゃいましょうか。ただ今は5分の5で研究は進んじゃってるね。じゃあ、この次ですね、どうやって北朝鮮との戦争を継続していくか考えていきたいと思います。というわけで、今回はここまでにしたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ、嬉しいなというふうに思います。